はい、始まりました。ご視聴チャンネルでございます。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、どこですかこれは。静岡県ですかこれはね。そうですね。ていうか、あれミッキーでもなければミネさんでもない。今日は誰でしょう。今日はりょうたくんですね。正解です。正解です、ありがとうございます。今日ちょっと急遽ね、ごめんね。いえいえ、大丈夫ですよ。今日ちょっとお願いします。わかりました。すいません。了解です。絡みつけていただければ。はい。ということでですね、まあちょっと公開しちゃいましょうか。はい。ルルタ君ちょっといいですか。後ろ。はい。回っていただいて。はい。どうですか皆さん。今日もね、イベント編でございます。はい。富士スピードウェイですよ。すごいね。すごいですね。カメラマンもいるしね。カメラマンが。誰でしょうね。あ、逆に撮られてる。逆に撮られてる。マハさんがね。はい。まあ、これ本当眺めが良くてすごいね、こうやって見るとね、いいですね。はい、で今回ですね、A メッセっていう初開催ですね。これ初開催だよね。そうです。今年ね、はい、はい、今年初開催のイベントで、これも先行制なんですよ。で、僕らメンバー、まあ、6台か7台くらいかな、はい、が、まあ、応募したメンバー、僕ら全員、まあ、ありがたいことに受かりましてですね、はい、はい、ちょっと参加しましたというところで、今あの搬入を取ってますねっていうところですね。はい。で今日ね、ちょっとユタポンさんからミッションがあるんですよ。中からありますね、いっぱいいっぱいありますね。これできないとちょっとスカイダイビング飛ばされちゃうんで、まあ、ちょっと3つぐらいあるんですよ、はい、ちょっとね、これは今喋っちゃうと総長できてねえじゃねえかってなっちゃうからあれなんですけど、まあ、ちょっとそのミッションが総長クリアできるのかというところも含めてちょっと今日ご覧いただければと思いますんで、まあ、ちょっと今日は練り歩いて、まあ、ちょっと最後の目標というところをつかめるように頑張りますというところでご覧いただけたらと思います。じゃあちょっと練り歩いていこうと思いますので、よろしくお願いします。ミッションクリアできそうだったらクリアしますから。はい。軽自動車とかいろんなジャンルがいるんで、ね、セダンだけじゃなくてね。そうですね。ちょっと知り合いないかな。知り合いなんかちょうどいそうなエリアがある。ちょっといいですか、行きましょう、うん、ちょっと知り合いに突撃してみよう。見たことある人があそこに多分います。トップ YouTuber がいますよ。トップ YouTuber が。ちょっと突撃してみちゃいますか。行きましょうか、ね、ちょっと怒られちゃうかもしれないけど、ちょっと俺欲しいのあるし、行きましょう、うん、ちょっと行こう。ご来店、そう、普通にちょっと買いに来ました。あ、本当客として、そう。あ、小下に割引的なのか。いや、言っちゃダメじゃん。言っちゃダメじゃん。俺らも戦っちゃうじゃん。やめて。俺も歩けなきゃいけない。さっきの。そう、買いに行こうって言うのね。はい、はい。これですね。あ、ロイヤルコーティング。うん。
これ。それです。おすすめです。おすすめはそれ。今売り切れ、はい、売り切れ中の。はい。すごいね。まあ、これはパワーもちろんすごいんだろうけど、やっぱヌーちゃんのっていうところですよ。いや本当に。僕それだけで買いますから。ちゃんと買いに来たの。ポケットに1枚入ってんだもん。じゃあ、はい、じゃあ、ゲーム買います。はい、しっかり取られてるね。しっかり、ちゃんと、これ裏口とかないですか。ちゃんと買ってます。はい、お釣りちょうだ。あ、お釣りない。じゃあ、あとでしょ。あ、OK。今くれてやるよ。ありがとうね。いただきます。ありがとうございます。買いました。やりましたね。やりました、やりました。いや、知ってる方多いと楽しいんだよね。楽しいですよね、知ってる方。これすごいんだよ、これ。そうなんですか。うん、これあれだよね、りょうたもすごい絶賛してた。めちゃめちゃいいですよ、してたよね、はい。なんか横にカメラマン増えたけど、ちょっとね、俺がこうやってあ、いいね。いい笑顔。アンチ増える。何様なんだって。これヌーちゃんとこのだから、これやめて。本当にここでこれタックが、ちょ、人のブースを何だと思ってるの。これ人のブース。やっちゃいましょう。あ、いい顔ですね。こういうのやっぱ好きだからさ。さすが総長。やっちゃう。じゃあまたちょっと回りますか。はい。あ、違う、いや、もう待ってるじゃん、なんかもうボケちゃってるみたいになっちゃってる。ちょっとかっこいいなと思って、ここで入れてしまいました。ありがとうございます。いや、ちょっとずっと気になってて。はい。いや、この本当に、この、やっぱり、あのデルタさんのと一緒に並んでるのをよく見てて、ちょっと今回回しちゃってるんですけど、はい、あのちなみに、それ突撃して申し訳ないんですけど、はい、おっしゃりちゃんって知ってます？ちょっとこれ急に偉そうにしていいの。いや、ダメです、それはダメですね。ダメダメそれはダメです、はい、急に総長が出したらダメ。ヤマピーさん有名なんでダメですね。そう、俺総長はこれ誰もメンバーがまず反応してくれない。寂しいな。ヤマピーさん見てくれてるわ。あれじゃん、顔見ちゃって大丈夫。本当はダメ、ダメって顔してないけど。この時初めて、なんで初めての絡み、うん、おすでにもこれなんか漫才できるからね。もう溶け込んじゃってますね。いいですね。すいません、なんかお伺いしたくて。もしあのよかったら、僕ら車紹介でやってる、はい、もしよかったらそれお声掛けしたら出てもらえますか。見たわ。ちょっとこれまだ動画出してないのに知ってくれてるっていう。やっぱりよく見てますね。ね。はい。いやー、これ頑張ってきたからよかったね、なんかね。嬉しいです ね。なんかもうこれ今日気持ちよく寝れるわ。いいでしょ。ありがたく思って。あそこスルーな。この反応なし。いや、すいませんでした。今度ちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。突撃してみるもん。ですね。うん、行きましょう。はい、じゃあですね、もう一台ね、突撃しようと思いまして、さっきのね、ヤマピーさんはりょうたが指令だったけど、はい、あれ教師の LS、はい、リップスタイルの、そうそう、ユースケ君から、まあ、会ってるから、ちょっと指令だって、お情報をつかんで、じゃあ行くしかないですね、それは。もう慣れてきちゃった。あ、早速。怒られたら、謝ろう。
え、ドア開けちゃうんですか？開けちゃう。大丈夫そうですかね？怒られたら僕らです。僕ら。じゃあ突撃しちゃいますか？ちょっとそれあの。あ、カズキ。カズキ君に。すいません、申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。そうですよね、そうですよね、申し訳ない。じゃあちょっとかっこいい車見つけてちょっと突撃しようというのにやっておりまして。あ、本当ですか。うん、ちょっと本当にあの表紙になってたコーナーさんですよね。めちゃめちゃイケメンじゃない。なんかもうなんかほら、これ40系なんだよね、元はね。それを50側に、50C はね、変えてるんで、これものすごい金持ちみたいな、ちょっと富裕層の方かなと思って。めちゃめちゃ若くてイケメンじゃないですか。いや言うてんの20代ですから。ほらすごいね、知ってんね、ガスで。ちょっと次質問していけないですけど、星谷チャンネル知ってます？あ、知ってます。また気持ち悪い。これどんどんいけちゃうの、これがリアルです。めちゃくちゃリアルでしたね。なんで目が充血してるの。すいません、申し訳ない。ちょっとかっこいい子見つけたなと。いや、やめて。なんかこんなイケメンにさ、なんかそう、何すごいイケメンで下手くて、なんか荒見つけたくなっちゃう。荒見つけたくなっちゃう。勘弁しますよ。それでね、ちょっと今途中させてもらって、はい、僕が見ていただいてると思ったんで、もしですよ、いやリアルに僕らのチャンネルで車紹介させていただけますかって言ったら、出ていただけますか。マジっすか。OK もらいました。どんどんこれいけますね。いっちゃいますね。ゆうすけもね、はい、じゃあちょっと今度出てください。すいません、ありがとうございます。ちょっとそれに取っておきます。だからちょっと詳しく説明しないですから、今回は、うん、さらっとちょっと外観ちょっとよく取ってもらって、次回というかいつか詳しく説明します。はい、でですね、気になる車を、これ皆さんも気になるんじゃないかなと思われる車を見つけましたんで、はい、こちらでございます。これ何でしょうか。わかります。わかります。 T で T です。テスラです。テスラなかなか聞いたことあるでしょ、多分ね。ありますね。あります、はい、でこれ結構ね、いろんなところ最近こうバーッとこう出てきて、はい、なんだっていう車を見つけてですね、はい、オーナーさんもちょっと捕まえちゃったんで、はい、はい、ちょっと聞いていこうかなっていう感じで、ね、どんな車かを、どんな車、はい、まず多分撮っていっていただいてるんで、はい、ルートでいいですか。いいですよ。ルート、いや初めて見ますね、こんな間近で。僕らも全然わかんない、はい、ですよね。出てたんですね、うん、もう一回言っていいです。それはハーだよね。違う。中古でも1000万近いですよ。中古で1000万近いですよ、はい、まず高いです。高いんだ、はい、やっぱり、はい、なるほどね。じゃあそれをいじってるってことはもうすごいお金がかかってることですね。まあもうお金持ちですね。まあそういうことで、ね、簡単に言うとやっぱもうお金持ちことね。そうですね。じゃあちょっと中が気になると思う、はい、まあ、僕も気になるし、はい、なんかじゃあちょっとオーナーさんに見せていただきましょうか。なんか中見せていただいてよろしいですか。これ開けていいですか。どうやって開けるんですかね。どうやって開けるのか。あ、これも引けばいいですか。はい、今取れた。今みんな多分取れましたね。多分取れましたね。出てきたね。すごいもこっと、はい、あ、なんかでっかいパソコンが真ん中についてるのかな。ついてますね。え、すごいね。それナビ、いやすごいね、このインパクトが強いね。ナビでも全部あれでできるんだろうね。そうですね、うん、なんでボタンが全然全部タッチパネルなんだろうね。ですね、うん、
かすごい、あの高級感あるじゃん、新しい車って感じ、すごい、すごい。じゃあ閉めますか。これいちいち触るの怖いんだよ、緊張しますね、いちいち緊張する。あ、じゃあ、おお、これだけでいい。これで飯が食える、これで飯が食える、ほんとにこういう、すごいね、これすごいですね、うん、はい、フランケの方に飛んじゃってるんですけど、はい、前もフランケになってる、いい、え、前もトラブル、エンジンがついてないから、後ろはオーディオ、エンジンがついてない、まあまあ、あのガソリンみたいなエンジンは、はい、がない、はい、それ開けていただくことは、ね、サービス精神すごい、すごいですね、でもガツガツ。じゃあちょっと、おお、すごい、前に積むんですね、後ろにも、はいはいはい、あー、なるほどですね、オーディオも組んでると、全部荷物詰めるって今までないですよね、常識ないです、聞いたことないですね、32年生きてきて初めて知ったよ。初体験、初体験、初体験、走るのって言うんですね、すごいね、すみません、ありがとうございました。 あとこれはスタンスの表紙ですね、スタンスネーションオダイバー、はい、はい、そうですよ、この後来る、はい、はい、今から撮影してもいいなって、いろいろこれ集まってきてますから。すごいでしょ、注目度は。すごいですね、はい、注目度がやっぱり。すみません、ありがとうございました。申し訳ないです。急に突撃してくれて、ありがとうございます。じゃあ行きますか。あ、総長。あ、ちょっとごめん、聞いてきてた。お疲れ様でした。あ、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね。あ、いえいえ、とんでもない。カメラマン。いえいえ。いやー、でね、まあ、皆さんイベント見に、ちょっといただけたかなと思うんですけど、あの冒頭にお話しした伊沢さんから出た3つの試練ですね、試練がね、仕事が、ここで発表するんですけど、まず1つがイベントのリアリティ、イベントの時にお伝えしろというところと、はい、コーナーに突撃してくださいというところですね、はい、でノルマ3台でございます、はいはい、でラストが今回、アイちゃんっていうかな、キャンギャルですね、キャンギャルですか、ね、はい、デスケとかやられてるんですね、のすごい綺麗な女の子がいて、まあ、その子がメインアンバサダーじゃないですか、なんかメインで、もうそう、アイちゃん主催の、アイちゃん主催で、主催で今日、はい、の、A メッセージ、A メッセージ、だから、あれ、アイちゃんの A だよね、そうです、そうですね、アイちゃんの A だよね、で、そのアイちゃんにと仲良くなれて、はい、むちゃくちゃなこと言ってるでしょ、ちょっとね、大変ですよね、本人いねえんだから、本人いないんだから。全然見てなかったですね、今日。そうね、あの、ゆたかさん、頑張りました。でも、すいません、まだ僕の気持ち無理でした、とりあえず。なんで、僕考えたんです。この動画を、愛ちゃんが見てくれてたら、僕と友達になってください。なってくれますかね。まあ、これから見てくれてたらね、今はっきり僕が伝えたんで、はい。はい、もしね、友達になってくれるんであれば、嬉しいなっていうところで、愛ちゃんに届けるっていう感じでね、これお届けしたいと、伝わると嬉しい、いえいえ、うん、だからまあ今日3つ課題のうち2つクリアしたって感じでしたかね、はい、でまあ今後につながる電話いっぱいあって、そうですね、うん、なんかみんなうちの中顔広いなっていうね、すごい感動した、いや総長もなかなか広いですよ、いや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 、俺ミスター700人しかいない、1000人まだいない、そうまあまあ一応今回そんな感じでございまして、ちょっと盛りだくさんになりましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。